10月26日にドラフト会議が行われます。今年の高校生投手でもトップクラスの剛腕投手が日向直樹投手ではないでしょうか。190センチ100キロの恵まれたサイズから投げ込む速球の最速は153キロ。そんな日向投手はプロ志望届を提出しました。高校野球 .com では下級生の時から日向投手を取り上げて解きました。今回はそんな日向投手の成長の歩みや練習の様子、高卒プロを志望したきっかけについても迫っていきたいと思います。まずは日向選手の練習を見ていきたいと思います。後輩たちと混じってアップを行っていきます。そしてキャッチボールに入ります。キャッチボールからいろいろ工夫している様子が見られます。その意図については、一つ一つの動きというか大切にしているので、いつ実践練習は、あっても、大丈夫なように一つ一つの動きを確認しながらいい球を投げられるように、泥臭く練習しています。いよいよブルペンに向かう日向投手、投球練習に入ります。最速153キロの速球を投げ込む日向投手の剛速球に注目です。信号をしていると二段ボーション気味に投げているのが、分かるかなと思いますが、これについても意図がありました。二段モーションの方が、バランスっていうかそういう面でも合うので、二段モーションに挑戦します。どうですか、ストレートの勢い自体はこう前よりは上がってるんじゃないかなと自分の中では思います。なるほどなるほど。また投球練習中にフォークを投げ込みます。非常に力強いストレートを投げています。改めて順調な仕上がりを見せた日向投手、ここから日向投手の歩みについて振り返っていきます。日向投手は軟式の金ヶ淵イーグルスで、プレーをしておりました。東海大菅生に行くかが何だったのでしょうか。若林先生の、熱心な誘いというか、スカウトしてもらったので、大好きな野球をやるのはここでしかないと思ったので、若林先生が、尊敬しているので、その影響で入りました。そして1年秋からベンチ入りし順調に成長を遂げる日向投手、2年夏の負けが一つのきっかけになりました。絶対負けないぞっていうか、そういう気持ちが強くなっていったので、以降の先輩のためにも絶対秋優勝するぞっていう気持ちで戦っていけたのかなと思います。そして昨週は見事に優勝を果たし選抜出場を決めます。選抜前の練習試合ではかなり仕上がっている様子でした。そして選抜で完投勝利を果たすなどベスト8に進出します。
投手の活躍についてこう振り返ります。いいバッター、いい投手が揃っている全国大会の中で、上を目指せたっていうのはすごい誇りになるので、まあ、全国を経験できたっていうのは、素晴らしい財産というか経験になったんじゃないかなと思います。うん、ただ夏の大会では駒大高に負けて夏が終わりました。あの駒大戦っていうのはどういったところが悔いに残りになりましたか？いや、悔しい、まあ、悔いっていうか、まあ、そういうのはなくて、うん、まあ、最後まで、まあ、この仲間たちと戦いに行けたっていうのが、まあ、誇りとなって、うん、まあ、勝ち負けだけじゃなくて、まあ、素晴らしい経験というか財産になったのかなと思います。そして、平田投手は高卒プロを志望することになりましたが、県や東海大菅生ですね、高卒プロ志望届を出して指名された選手はいません。また実力派選手も結構大学進学することが多い、東海大菅生ですが、それでも高卒プロにこだわった理由について語っていただきました。若林先生が元プロということで絶対プロに行きたいという、まあ、高卒プロで、親に恩返しをしたいというか、両親だったり、今まで支えてくださった人々の、まあまあ、方々のためにも、まあ、自分のためにもなんですけど、まあ、感謝するというか恩返しの面でも高卒プロで、活躍するということを目標に置いて3年間やってきました。厳しい高卒プロを選んだ日向としてその分求められるハードルが高くなったようです。厳しい言葉も多かったんですけど、まあ、最終的に応援してくれているので、はい、本当に感謝しかないかなと思います。こうした自分に厳しく課したことが高校生トップクラスの投手へ成長したきっかけになりました。で、日向投手は自分の練習をしている中でも打撃練習の際に外野守備に入ったりとか打撃投手を務めていました。この理由についてはこう語ります。自分たちがやっている時はB チームの1、2、3年生がやってくれていたことを、引退した自分たちがやることによって、まず菅生高校の、恩返しができるのかなという思いで、やってます。こうしてサポートしている日向投手を見て、まあ、後輩たちに話を聞いたら、まあ、非常にかっこいいですという声を、もらいました。最後に改めて意気込みを語ってもらいました。プロに向かってということですけど、まあ、どんなピッチャーに将来になっていきたいなっていうのはありますか？やっぱり最終的には日本を代表する投手になりたいっていう気持ちが一番強いです。今年 WBC が開催されましたが、やっぱりいずれはそうなっていきたいなっていうのは。そうですね、やっぱり憧れですし超えなきゃいけない存在っていうふうに思っているので、はい、厳しい練習して、もっと上に上にっていう気持ちでやっていきたいかなと思ってます。平野投手ありがとうございました。ぜひ吉報が訪れることを期待しています。